党の創立者、指導者の一人。ポール・ラファルグ、マルクスの娘婿で党の創立に参加。フランス労働党は1880年に結成され1901年まで存続したフランスの社会主義政党。略称はPOF。フランス最初の本格的社会主義政党で、現在のフランス社会党及びフランス共産党の源流にあたる。1879年、パリコミューン参加者に対する恩赦が共和国政府によって行われると、社会主義者たちは公然活動を開始、マルセイユ大会を開催しフランス労働党の結党を決議した。これに基づきジュール・ゲード、ポール・ラファルグらはマルクス及びエンゲルスらの協力により、労働党の綱領を執筆、翌1880年のルアーブル大会で承認を得て、正式に結党した。POFは民衆の離反を恐れて、社会主義ではなく、独特の集産主義革命を標榜。このスローガンのもとに、マルクス主義者のみならず社会改良主義者、アナキスト・サンディカリストなどの左翼諸潮流が結集した。しかし、結党翌年の1881年には選挙の失敗を批判して、ブランキスト・アナキストが離党し、さらに1882年、ポール・ブルスらの諸位、ポシビリストがフランス社会主義労働者連盟として分離独立し、ゲードの指導が確立した。彼の下でPOFはフランスへのマルクス主義理論の導入に貢献したが、当初その紹介は極めて協情主義的、機械的であり、マルクスは私にわかることは、私はマルクス主義者ではないということだと述べてゲード派の図式的なマルクス主義理解を皮肉った。また、中央集権的な指導により、労働組合を党の支配下に置こうとしたことは、労働組合からの反発とそれらが、反政党的なアナルコサンディカリスムもしくは、革命的サンディカリスムへと傾斜していく結果を生んだ。1890年代になってPOFは、協情主義、セクト主義的傾向を脱して、近代政党となり、1898年の下院選挙には14名の当選者を出すなど、合法運動で勢力を拡大したが、その一方で、改良主義、議会主義へと傾き、革命への展望を放棄する結果となった。このためゲードは、革命運動の立て直しのため方向転換を試み、ドレフィス事件など、右翼の台頭に対して、社会主義者が大同団結することを呼びかけた。しかし1899年のアレクサンドル・ミルランの入閣問題をめぐって、社会主義者は支持派、反対派に分かれ激しく対立することとなり、POFは入閣反対で立場を同じくする革命的社会党と合同し、1901年、フランス国社会党を結成した。彼らによって同年結成された中央革命委員会は、1898年、エドゥアール・バイアンを中心に革命的社会党に改組された。古賀英二郎、フランス社会主義、P155。ありがとうございます。